なんかホテルの写真ですこれは公式のホームページからあの撮ったんですけど久しぶりにてかね私これアップするの普通に忘れてましたね伊勢神宮に2023年の3月に行ってたんですよねそうなんですよねそれの続きです続きでありメインですそうですあの前回まではあのー 名古屋の方でひつまぶし食べたりしてたりりてそうですねあと、あのー、夫婦夫婦夫婦岩とかにもね行ってましたねでその後にこっちの伊勢志摩駅にまた帰ってきてっていうところで終わってその後いきなり宇都宮の動画アップしたり横須賀の動画アップしたりしてたんですけどもう伊勢神宮からしたらさ「えあの私ってどうなったんですかね」みたいな感じになってたと思うんですよ。で またこれも本当に3月の末とかだったのでまたこれも1年以内にアップしなければと思ってもう今本当に急いでる <laughs> そんな状況ですこちらがトイレです泊まってるホテルはルートインですね私ルートインで泊まったことあると思うんですけどあんまり記憶にはないので一緒に 慌ただしく見ていきましょう慌ただしく見るのがポイントですなぜならばそんなにすごい広いっていう感じでもないのでパッパッパとパッパッパと見ていきますねこれは今冷蔵庫です特にお水とかはなかったですねそうでも虫を殺す機会がありますねでベッドはちょっと大きめですダブルベッドかなで、これはお湯を沸かすやつでグラスが2個とマグカップと何かお茶でなんか止ま とあったかはないかはちょっと分かんないんだけどパジャマがあのワンピースタイプではなくてあの上下で分かれてるっていうのだけは覚えてたのだからそれを今見せました <laughs> そうでこれが周辺マップ周辺マップはあのチェックインの時にいただいたんですねあのフロントの方からでまたこれすごい分かりやすいファミリーマート約 900m 徒歩12分だってまあ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 いいでしょうねでここあのホテルね ででセブブンンイレあるじゃんってで確かにセブンイレブンもあったんだけど目の前にサーティワンがあったりあとスーパーマーケットがあったんですけどその前に見て「はいあなたの人生にエールを!」ということでこの伊勢門姫ホワイトビールと神楽ビールを買いました伊勢島限定、ね、伊勢島島も行ってみたいそうでここのルートインはあの大浴場があるんですけどちょっと私は今回この風呂の神玉というなんかその バスボム的なやつが気になったのでお部屋で入ろうと思いましたでスーパーに行こうと思ったのにもうおかしいこれはおかしいですあのホテルの1階になんか居酒屋というかあ居酒屋というかねあのあったんですよお食事ところがで生ビールと餃子食べたいって急に思ってなんかもう信じらんないよねビール買ってきてんのにで多分私っていつもそうなんだけどあこれコーヒーサービスねこういう居酒屋とかさお店行くじゃん ビール一杯ってことないんだよね多分なんだけどビール2杯ぐらいとハイボールとか飲んでる気がするでもいい気持ちになっちゃってるこのスーパーそのホテルの目の前のスーパーに行ってでこういうスーパーでなんかまるで地このえかわいいこのコーヒー牛が空にいる <laughs> そうでポテト白醤油 このポテトの人をねあの指差してるからあの全部の味指差してるけどこの白醤油は限定の味だったので買いましたで行ったスーパーがこれでホテルがこれもう目と鼻の先とはこの状況を見て言ったのではと思うぐらいの状況であのあれがセブン,セブンじゃんで今ちょっと見えたのがあのアイスクリームだからさもうアイスも買ってなんちゃらしてって全部できちゃうもう忙しい忙しいエリアですで お伊勢さんのこのバスボムを入れますこういうの楽しくないあの最近中からいろんなものが出てくるブワってあのバスボムもあるけどこれはそういったものではないですね。ハチミツのエキスですっごいいい香りなのよなんかハーブというかねそういう香りだからあの男の方でも別にお花っていう感じじゃないのでいいと思いますよ。でででんってなんかちょっともののけ姫とかに出てきそうな感じじゃない ちょっとよくわかんないそれはでこのちっちゃくなってくるわけよで「え今えどんな感じにちっちゃくなったの?」だってまだジャボンってしてまだ10秒ぐらいじゃないと思ったら「えあなたもう結構ちっちゃい」でそうだから勢いよくね彼は命を燃やしてくれましたそしてとってもいいお風呂を部屋で入った後に飲むビールは本当に最高ですこのの伊勢神楽ビールあの そうですね、日々やっぱり伊勢神宮の下宮では食べ物をねあのこうやってあの神様にね献上してるということでビールをあげてるかちょっと分かんないんですけどビールを私がもし神様だったらビールもらいたい毎日毎日そうね23本ぐらいもらいたいかなってそう思うねそれはちょっとよく分からないビール以外にもあるかもしれないからでちょっと飲んだらあこれ私好きな味最近ちょっとほらいろんなビールあるじゃん私いろんなビール好きなんだけどこれはもうよくある 日本ののビールあの癖もない海外っぽい感じもないみんな大好きなビールです最高でこれを飲んであのでも私この時点でさあの何て言うのさっき下の居酒屋でもビール飲んでるからさもう一本も飲みたいなと思ってたんだけど多分これしか飲んでないかもしれないなんか意外とそういうところちゃんとするタイプだって次の日伊勢神宮行くからね <laughs> で白醤油深い観衆これの 白醤油部には私入ってないんだけどそうこのポテト野郎がうまいよって言うからちょっと買ってみました美味しかったこれあの醤油っていうかまあコンソメにちょっと醤油みたいな感じでこれいきなりもう次の日寝たのかな寝てるともうオールで出てはないと思うのでで荷物をロッカーに預けましたリュックサックとかねで駅からほら出てすぐもうゲあの 行行くやつだから道だかからら道さ行きまし第2句ちょっと雨が降ってたんですけどまあ雨ねあの神社に行く時雨降るのって別に悪いことではないと思うんです私この「みそぎの雨」という <laughs> 風に私は何でもポジティブに考えていこうと思いますただちょっと寒いなという感じは若干ありましたがでもいいんですで見た感じ誰もいないじゃん。見見たた感じっていうか別に見たままでね この時点で多分まだね7時ね10分とかそんな感じなんだけどどうしても行きたかったのがここの,あの、まあ、アワビってここ書いてあるんだけどこれおかゆのお店であの伊勢関屋さん関屋さんそうあのここすごく多分有名なんだと思うのなのでここに来たんですけどここ多分予約はできなくて朝開店を待つ感じかな。で 行った時にこのお店の入り口にこの「朝かゆ」っていうこの垂れ幕がのれんがあったら今日はやりますよっていう感じなのである意味「ちょっとギャンブラーですやってるかわからない」そうで見てくださいお品書き値は多分伊勢エビを頼みましたなぜかというと伊勢エビが好きだからですねエビが大好き 角類アレルギーじゃなくて本当に良かった本当にありがとう神様でこのような感じでたくさんの,あのものがね出てくる2450円税込みちょっとお高い朝ごはんでも別に毎日食べないいからこんんなな高い朝ごはんなのでいいでしょうアワビとかも美味しそうだねサザエも全部美味しそう全部なんか全部美味しそうなんだけどこのラそらのなんそうなんだへえ今下なるほどこれ整備 おネギ先輩と一緒に登場です本当にこのままちょっと食べちゃっただってなかなかなくない伊勢エビ食べる瞬間ってでこちらがあの山椒ですお好みでどうぞのやつでお粥ゆとなんかお酢ですねこれ多分伊勢エビちょっとつけるやつでこれがぜんざいこれがなんか煮物で温泉卵とお魚さんともずくとでこのさたくあんの隣にあるこの数ずのあこれねあと。 話変わりますこの赤い赤味噌のお出汁のスープもう本当にスープっていうか味噌汁ですね美味しかったで私一番お気に入りこれ珍味なんだってあの私お酒飲むからっていうのもあるかもしれないけどお酒好きな方は多分絶対に好きだよこれだけでも買って毎日食べたいぐらいちょっとそうそれは毎日そうですね食べたいぐらいでした全部美味しかったですでここちなみにおかゆのおかわりできますおかゆって意外とお腹たまるじゃん でもさちょっと私関係はまって1回はおかわりしたんだけどまあお腹いっぱいになったで結構おかわりしてる人まあいたかなでも全員じゃなかった気がするなので1回でも十分にお腹いっぱいになりますそしてコーヒーもいただきましたその後にもう本当に素敵なお店でしたいあの伊勢関屋さんそうですね 綺麗でしょで私し階であの2階でご飯をね食べるとこで1階はお土産屋さんのようになっていてお米が売っていたり先ほどのチーミーが売っていたりするのでぜひぜひお立ち寄りをお願いいたしますで7時半ぐらいに食べ始めて食べ始めてとお店の中に入れてなんだかんだ1時間以上 <laughs> 居座ってしまいました本当に申し訳ないで雨はいまだに降っています ちょっと降ってちょっとっていうかね降ってましたねでもいいんですこのビニール傘あるから私前が見えるのでいいですでもうでこれ目の前に見えてるのはもう下空ですよあの憧れの伊勢神宮一度本当に行ってみたかったのよ伊勢神宮出雲大社にもねあの行ったことあるんですけど伊勢神宮行ったことなくてでこのはい豊受大神宮下空ですねここは食べ物の 神様なので伊勢神宮の内宮にいつもご飯をねお食事をあのおさお捧げいただいているところです本当にでここから先はトイレがないので皆さんトイレ心配な方お先に用を足されてから行った方がベターかと思いますで現在地そこですそうですねで千宮間っていうのがね左にあったんですよで千宮間ってなんだろうと思うじゃんでそういう時ってさなんかほら私 下調べとかして行くんだけどさより良い知識をさ欲しいと思ってなんかそういう時行くの好きなんですねでちょうど行った時にここ朝9時からかなやってて空いたばっかりみたいな感じだったので行ったんですこの仙宮館で っんか中はさ多分中は多分映像とかあの動画撮れない感じだったと思うんだけどあのいろんな,なんかビデオを見るコーナーとかがあったりしてとっても勉強になったんだけどもう案の定これは1年前のお話なのではい本当にもうなんだろうすぐにアップした方がいいそういうのってね。戦間に私ななんんだかんだか時間半ぐらいいましたねそううでですなのでもう お昼ちょっと前ぐらいになりましたこの時点ででまだ雨降ってるでさあ行きましょう早速下空の中に入ってきてこのここですねここもっとまっすぐ行くとあのあれなんですよあの制御があるんですけどいい感じじゃないこの人でも雨降ってたからまあもっと晴れてたら多いのかなでも観光客の方はね来ると思うんですでこの,いあの池を見て。 そうで今さちょっとこのチラッとチラッととか結構がっつり映ると思うんだけどこれあのパワースポットだと思うんだけどなんか手とかあんまりあのファーってかざさない方がいいですって何かで見たのでかざさずに私は遠くからあのちょっと拝見させていただきました <laughs> そうですってこちらが下空ですねあの知ってました皆さん伊勢神宮あのお金を投げてはいけないんですよそうお金は汚れているからですって。 でなんか白い布がさこのみんながお金投げたくなるところにね置いてあるんだけどあれはもうやめてくださいっていう意味で置いてるんだってだから本当にやめた方がいいよ <laughs> そういうお金あげたくなる気持ちはめちゃくちゃわかるんですけどやめた方がいいと思います。でこちらが別具ですね伊勢神宮の月宮は別具が3個かなあでも4個か月読みとかもそうですね4個あるんですけどこれがまずそう1つ目の。 これはあのそんなに大変じゃない土の宮でここから階段を上がってあのあこの高の宮というんですけどあのなんていうここだけでは唯一個人的なお願いをしていいんですよこの下空の本宮とかさっきのところでは個人的なお願いしちゃいけないしちゃいけないというかするべきではないみたいなでここはあの洗い魂別に悪い怖いじゃないんだけどあの本当に人間としてのなんか魂がなんか。 いるとかなんとかみたいななので私はここで本当にあのまず健康で <laughs> そういう欲深いこと言ってはいけませんねやっぱりそういう時に私は皆さんの健康と本当にこれからも自分が元気でこの先も美味しくご飯そしてお酒を飲めるようにというようなことをお願いをいたしましたそしてありがたい気持ちで私はこれですねあの外に出ます。<laughs> もうこの時点で多分なんですけどもう本当に12時になるかならないかぐらいの勢いなのかなって思います。そうですあの一人旅のいいところってさあの本当ゆっくり見れるところだけどあのタイムマネジメントができない人だと <laughs> あのどうしてこんなことにっていうことにもしかしたらなってしまうのかもしれないです。でこのあと私はもう一つ行きたいところが別具なんですけどあってそれが、まあ、歩いていけるので全然歩いていくんですけど。 ここまっすぐあのさっき出てきて本当に伊勢神宮の出口を背にしてこの信号を渡りましてでであ点滅してます点滅してないですねさっきなんか点滅あ点滅してるすごいゆっくり点滅するさすが品があるあの埼玉のだ信号だったらもう早くってチカ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 ってつっちゃうと思うでこれです月読みの宮ですねこれ私あのちょっと行きたかったので。 行きますでこれ面白いのがさ、まあ、ここまでは道普通じゃんでこっからのさあの道真ん中黒いところここは夜神様が歩くんだってだから皆さんここはあの避けた方がよろしくってよという <laughs> そうですここはそうですねこの伊勢のな,んあのなんとか組合の方にも、ね、ひっそりと書いているようにここは神様が通る道ですよというところのね案内がありましたね上地通りというんですって。 月読みの宮とこの逆を結ぶ道神様が通う道ということでねそうですなので馬が通ったりするようなことなので恐れを恐れを大きい恐れ大きい気持ちで私も通りましたで本当にでも真っすぐ行ったら着くんですけどなんかね月読みの宮ね私ねすごくね好きでもなんか全てインターネットから見た情報なので何ともなんですけどちょっと怖いって思う人もいるみたいなんかでその理由 なんでかっていうと多分なんだけど木が結構多いだからなんかうっそうとした感じほらなんかあのそうなのよ明るいっていう感じじゃなくてなんか木がめっちゃあるみたいな暗いっていう感じでもすごくいい私は好きな感じでしたそうであんまり人もいなくてちょっと落ち着いた感じだったのでしっかりとお参りをしてはいここでもご支援いただきましたでまた歩いてあのこの今度これ逆前にあの内宮に行くバスがね あるのでここにあのここからちょっと待ちましたねでバスに乗って「ナイク行くと思うじゃんすぐナイク行くと思うじゃん結構バス混んでるねナイク行くと思うじゃんでも行かないのなんでかもう一個先に行きたいバスあのところがあるんですなのでそこもねバスで行けちゃうので私はバスに乗ってます結構寒そう外そうですねで着きました猿田彦神社でございますね サルタヒコ神社はコかあのそう道開きの神様何かあの宮,宮,宮城県,宮,城県宮崎県宮崎県です高千穂に着いた人たちをここに「こっちですよ」って一緒にあのあのお連れしたということから「あの道を開く神社」というふうに道を開く神様がいるということでなんか親しまれているようですよそうですでこれを私は見まして「でなるほどね」って。 おかげ横丁しか知らなかった「おかげ町」っていうのもあるのねみたいなふんふんってでこれ猿田彦神社のあのまあ何て言うのイベントというんですかそういうのもなんかお,しお知らせがありました見ました「法位石」とかもあるんだねとかこういうなんか超税でこれが多分方位石なんかさこういうところにさお金置きたくなっちゃうけどこれってお金置いて意味あんのってちょっと わかんんなないでもなんかすごい綺麗に置くね <laughs> 皆さん綺麗に石,あの石の上にお金を置いていましたいつ回収するんでしょうか結構100円50円こういう時ちょっとなんかね置いてそもそもいいものか分かんないけど100円ぐらい置くのもかっこいいかもしれないです <laughs> そうでいろいろ見ましてあ私はあの馬年ですねあ馬年そうです馬年なんですよ私日の上馬ではないですんでない,ないのですがって ででこれがサルタヒコ神社です木の感じかっこよくないなんかでここ結構混んでたそうなのでその横にこのサルメ神社もありますサルメ神社はあのもう天照さんがもうスサの方が悪いことしすぎてもう嫌ってなってあの部屋に閉じこもるじゃんでちょっと打つみたいななった時にあの「ちょっと出ておいてよ」みたいな「ピアラピアラーン」ってやって出てきた時の人。 そうなので芸能の神様とか言われてるみたいですよで猿田彦さんの奥様なのかななのでここもとっても混んでましたあのなんか縁結び的なのとあと芸能のということでいろんな芸能人のね方のサインとかもありましたサインはないですねちょっと嘘ですそれは謝罪いたしますでもそういろんなのありましたで出ましてちょっとまっすぐ行ったところにこの猿田彦神社のお知らせがあってでここの信号を 渡っっっててて私は内空までちょとと歩いい行ってみようと思いますなぜならば 0.8km800m ですねで着くということなので、まあ、歩いていけるでしょうという気持ちであの歩いていくことにしましたそうですで、まあ、まだ歩ちょっと歩いたのにまだ 0.8km でえ、まあ、歩いたんですけどねって 0.6km ぐらいじゃないのってちょっと思ったんですけどはいそんなことはいいんですここです。ここが おかげ横丁の手前のお払い町というところの入り口に私は今来ましたねそうですおかげ横丁は 300m 先なのでここはまだおかげ横丁ではないけど雰囲気はめちゃ似てますすねそうですあの広い通りがあっていろんなお店がたくさんズババババってあって食べ歩きとかもできる感じなんですけどもう入ってすぐよこの酒の店気になるよねこれ多分中でちょっと飲めるんだよ。 まださほら見てないからさ内宮ちょっとまだ早いよねってただねこの時ぶっちゃけめっちゃお腹空いてた <laughs> おかゆおかわりしといてよかったわって思ったよおかげ横丁でも食べたいんだけどさ多分それって内宮行ってからがいいなって私なんかちょっと思ってたので何も食べないで行くのは怖かったのかもしれないお,あのおかゆのおかわりなしでねそ,うでそんなコーナーしてたら到着しました皇太神宮内宮ですね 天照大神がもう。こちらはメインの神様ですね。そうです。なので、なんかさ、一生に一度はさ、行きたい神社とかあるじゃないですか。あの成人宮もそうだし、私は出雲大社もそのうちの一つなんですけど、この本当に嬉しかった。あの、やっと来れたみたいな気持ちで、なんかすごい空気が綺麗なのよ。もう見渡す限り、ほら、森林というか。 あるじゃない川もあるしなので本当に綺麗でした素敵なお庭「私のお庭です」って言って紹介されたらどうするなんか「えみたいな,なんかどういうどういうお仕事なさってるんですかねってなるよね何か盆栽の大き,大きくなったみたいな木がたくさんあってとっても綺麗ですはいもうあのまだこちらから行く人の方が多いですねでこちらが伊勢塚川ですね昔はここで本当になんか体綺麗にしてたみたいだよそうなので大きい川だよねでここさあの なん,なんというの,あの広い感じなんだけど本当あ気をつけてね子供って思うそのままバーって入りたくなりそうな感じ <laughs> そんなそんな荒ぶったりる人はちょっと是非ほら見てなんというの砂浜があってとかじゃなくてもう川って感じだからあのぜひお子様いる方はぜひこの川来た時には本当に気をつけてくださいそうです、ね、でこの川を見てなるほどここにここに着いたのかと。 そう思いを馳せましたでこれよく見る風景ねそう内宮のちょっと混んでるところで私ここでさほらあの何と言えばいいんですか1人で来たじゃないですかで女の人結構1人の人多かったのよでなんか女の人一人同士でなんかあここ空いてますよみたいな感じのやり取りがちょっとしたやり取りがあってすごいなんか絆を感じました「みんなラブ」そうです。<laughs> でこれあの,ほんあのもうねあのお参りを終われまして今度別宮の。 方にも行きますただ雨が降っていたので本当に気をつけてあの帰りましょう。で多分これもう「行った」とかな。<laughs> 行ってるところはあの私いつもそうあの何か物の金額とか物の何かあのなセットの内容とかそういうの見せないでなんかこんな感じだったよっていつも口頭でお知らせするスタイルなんですけど別具も口頭でお知らせするスタイルです「行きました」という何の証拠にもなってないですけど。そうで全部終わってこの川伊豆津川見ながら ああよかったな本当にいい日だったな素晴らしかったなでもマジで今思うのはお腹がすいたなということで食べ歩き開始しましょう来ました松阪牛のこの牛肉の牛串っていうのもとっても私は惹かれたんですけど私はんかちょっとコロッケ食べたい <laughs> ってなってコロッケを買いましたとっても美味しかったです未だにコロッケの味を覚えていますでもそれは いろんなコロッケを食べたからどのコロッケの味かわからないですねこれがウェルカムトゥ伊勢。おいないって書いてます猫が2匹うちの猫はさちょっと海外の猫の雰囲気もしないインターナショナルですねやはりインバウンド需要もありますからで、スターバックス山村牛乳さんの牛乳を使っているのかなちょっとわからないですがただめちゃくちゃ人がいます マジでめちちちゃゃく人ががいましたおかげよさす大混雑そして次このカキフライとこの奥にタルタルソースともちろんビールビール飲んでないわけないビールとカキフライを食べていい感じになってきましたねただまだお腹いっぱいいでではないですだってコロッケとカキフライ2個とこのビールだけでしょそんなにお腹いっぱいじゃないんだけど私はまず一回満足をしてみんなのお土産買わなきゃってことでこの赤服。<laughs> 本店ななのかなここはちちょっと待ちましたね5分ぐらい待ってから赤服をみんなの分を買いましてでまたブラブラ歩いて私の大好きなエリア私香水とかこういうお香とかとっても大好きで出雲大社でもなんかお香とかね買ったんですけどここ大好きあの本当おすすめいろんなあのいい香りのなんか「集中」とかそういうタイトルでなんかお香がねたくさんあったので。 あとなんかお好きとかもあったよなのでちょっとしたお土産にもいいのではと思います桜はいそして皆さんお待たせしました伊勢といえば何ですかそうですうどんですねうどんと思って食べない方がいいって皆さんに言われてました確かにそうでしたただ好き嫌い分かれると言われてました私は大好き私は大抵の食べ物が大好きです <laughs> そうですでこれはピアスですね ちょっとなんかピアス可愛いなって思って見てたんですけどこれなんか伊勢神宮の中にある木杉の木かなを台風とかでさ倒れちゃった木とかを集めてあの使ってるお店の人でこのお店の人すごいよあの若い女の子がねやっててそれをお父さんが販売するというスタイルでした感動して34個,個ぐらい買いましたまた次来たらね買いたいなと思いますそしてはい旅の終盤ですもう伊勢市から 私はまたあの電車に乗って帰ります。早い電車が通りますよ。早いかな。そんなに早くないです。これです。これに乗って、まずは名古屋まで行きましょう。で、名古屋まで行ってから新幹線で帰るというスタイルですね。そうで、なんか2階の席とかもあるんですけど、私多分普通の1階の席でなんか本当に風景を見ながら。 このように過ごしていましたずっと雨が降ってて帰りだけちょっと雨止んでたかなのとかですねとても綺麗なところなんかまた1年に1回行きたいところは山々なんですけどなんかまた機会があったら絶対に行きたいなと思いますでこれが買ったピアス可愛くないこの丸っこいのがその木なのよ伊勢神宮の中にあったなのですごいなんか縁起がいい感じでとっても好きです で、宮杉っていうんだってそうでこの宮益杉が入ってるピアスを買って赤服も買ってニヤニヤしてたらもう名古屋の駅に到着しましたとっても寂しい気持ちです新幹線に乗って帰らなければいけませんもう本当に寂しいです旅行を一生したいです <laughs> それは無理ですはい新幹線はこっちです帰ります そうですでもあの私新幹線に乗る前に絶対にちょっと買いたいものがあったのでそれを買いに行きましたまず後でそれちょっと移りますでも今回の動画も本当に皆さんありがとうございました5時20分の東京駅に乗る東京行きに乗るようですね帰りはもうあの指定席で普通に帰りましたね実は沖縄もね2回行ったのよ石垣島その動画またアップしますね これを買いましたスタバと味噌カツのサンドイッチ <laughs> ではまた次の動画で会いましょうバイバーイ